今日もねこうやって椎茸を取れて、なんかこれ椎茸ステーキなんかすっごい美味しそうなんやけど、ふわふわふわ柔らかいんやな、やっぱり自分のところで取ったやつで、紫、オニオン、紫玉ねぎね、赤玉ねぎってやつ、まだこれあの春からの芽がね出てきたんですけど、結構これもまだあの菜園でね、金本広場で食べることができます。でこれこの横にあったやつ言うの忘れてた、うん、これ秋じゃがのね取り忘れ、この前からね畑を整理してるじゃないですか。そしたらねちょっと手で触った僕もこっと出てきて、なんだろうと思ったら秋ちゃんが出てきたんだよね。はい。でこれは何やったっけ、これみりん干し、サバの、うん、これ美味しそう。こんなあの後ろ見て、あーこれほらこんな感じ、これ美味しそう。あーこれは何でしょう餃子の残りで、これはまた別の椎茸買ってきたやつ、うん、で、はい、いつものこれ大根のからし漬けね、もう毎日食べておやつにポリポリ食べてるの、半分はもうね、なくなってます。で、あ、くるみはこれくるみやね、うん、はい。でこっちは何でしょう、アスパラ、はい、アスパラ植えたんやけど、これ買ってきたやつ、あ、じゃあ、いや、ご飯やこれね、パックで持ってきてる、ここはい、9% です。はい、いつもね、菜園ではね、あの金本広場ね、こういう感じで、なんていうかね、50万円や、今やっと、うん、いただきまーす。はい、あのね、いつもほら、晩、あの夜ね、お湯割り飲んでるやつ、あれって、もう本当に11時とかそういう感じなんですけど、今こうやってね、豪勢に水を汲み放題頂いています。はい、美味しそうやけど、ちょっと食べてみよう。みりん、これ何時をしてたんかな、3日ぐらいね、みりん干しに干してたんやって。これ食べてみます。うん、めっちゃうまいや、これは、うん、これね、お酒のあてにいいよ。この皮まで食べられそう、うん、この干すん過ぎでしょ、あのピンポンとかね、何でも野菜でも何でも干してるじゃないですか。でもこれ、うん、魚は結構いいと思う。これご飯とよく合うわ。大根のふりかけてもなかったから、ほんで干すん食べれそう。そして究極はこちらね、じゃーん、じゃーん、柔らかい、うん、一個一個紹介していきたいんですけど、この秋じゃが、秋じゃがもね割と柔らかかったんで、あんまりできないかなと思ってたんですけど、やっぱり来年も、あ、来年、今年のまた秋もやってみようと思います。なんて言ったらいいな、春じゃが、あ、そうそう、ちょっと待っとってちょっと待っとって、これ買ってきたんだよ。これメイクイン、これはコメリで300円ぐらいかな。でこっちが、農業屋さんに行って、こっちはね男爵で、こっちも500円ぐらいだったかな。で600円ぐらいか、うん。でちょっとね小ぶりちっちゃいめのやつを買ってきたんやけど、あんまり大きかってね、去年は半分に割って植えて、植物、葉っぱが出てったんやけど、結構親芋が残ってたんで、種芋が残ってたんで、今年はちょっと植え方もうちょっと勉強してねやってみたいと思っています。まだこちらのね、作業動画っていうのもアップしていきたいと思いますので、またご覧くださいね。はい、いつもね最後まで、これ最後にするんかな今ちょっと分かってないけど、ということでね、いつもご視聴ありがとうございます。よいしょはい、どうもお疲れ様です。はい、今日はね、食べ動画から始まったんですけどね、ほら、芋、じゃがいも、買ってきたんですけどね、去年はね、あ、違う、さっきお疲れさせたいいつも言ってどれなんでしょう、もう今日もあそこで飲んでるとあんまり飲んだら喋らなくなってますちょっと入れてくる、ちょっと待ってね、ストーブの上でね、いつもあれ
ああ、大丈夫大丈夫。湯気出るよいしょ。どこじゃ。はい、ということで、今日も一日お疲れ様でした。イエーイ。いやいや、真ん中を乗ったらユースクなのに沸騰しよう。ちょっと待ってね、ごめんなさい。よいしょよいしょよいしょ。なんかこんなんで時間つこうとっても思わんとってね、顔が、あれやからいつも忘れんね。今日が何日だったっけ。今日土曜日で、2月の20日。もう20日。でもちょっとね、去年あれやんな、あれなんですよ。どうなんだ。OK。 どうしたらいいの。あ、これコメリで1380円で売ってるわ、このやつね。3月4日に去年3月上旬に植え付けてたんですね。で、3月上旬やったらホームセンターとかで買ったらもうなくってね、メイクインの5キロを1380円で、買ってて、男前ね、誰も言うてくれへんと自分で言った何言うとんねんみたいな一年前は若い。で、話しちゃうし。で、大きいね、芋ばっかり買ってきたんですよ。去年はね、大きい芋。で、大きい芋を分割して、半分にして、した方がいいかなと思って、まだ初心者やね。今年5年目。この時4年目。で、芋作ったんが、まだ3回目やから、一生懸命これね、喋ってるんやけど、でもね、50g っていうのが基本やから、50g で、畑に植えていっていいよっていう情報は知ってたんですよ。でもね、もううるさい。自分よりうるさい。で、それを、やったんやね。この時の動画の後の植えた動画、また概要欄に入れておくんですが、結構できたんですけど、でもね、脇芽ができるから、脇芽を取って、その脇芽を、植え直しても、それでも芋取れたんです。脇芽がね。だから芋の数少なくても、脇芽でも芋が取れたんで、それも面白いなと思ったんですけども、何が言いたいかな。その大きな芋を、これをね、半分に、してまでしなくても、多分栄養素が、芋がね、この種芋があって、芋が取れた時にも、この種芋が半分残った状態で、ぬるっとした状態であったから、栄養がそこまでいらないんやなっていうのはね、去年よく分かったんです。だから、このぐらいの大きさやったら、3分の1にして 50g、ほんまに、あってもいいかなって、思ったりします。あとはもう根っこが出てきたら、土地の養分を吸いながら大きくなってきてくれるから、そんなに大きいのをしたらたくさん取れるかなって思ってね、去年の3月4日にはそのやり方で半分に切ってね、やってみたんです。でもね、そこまでしなくてもよかったかなって思ったりしてます。実際はね、この半分に切ったやつ、これ、こういう半分に切ってね、で、やったんです。で、まあこれまた植え方はね、別動画をご覧いただいて、また今年もご説明はさせてもらうかと思うんですが、切った方を上にして、実は反対にするんですが、切った方を上にして植えたんですね。で、根っこがこう切られた方の下からこうリモコンでこう上がってくるから、頑張って大きくなろうとする、芽がね、しっかりするということで、そこから、芽が出たのを3本残して、残りの芽をね、違うところに差し引きしてやった、方法で正解だったかなと思ってますので、今年はそれにしようかなと。去年は、5キロ買ったんですが、今回まあ4キロ、男爵と、2つ買ったんですけど、こんな感じね。はい、こんな感じでしたんですが、今年はね、もうちょっとやり方変えたいと思ってます。ということで、ばっかりやな。ということで、今年はね、
もうちょっとだけ勉強したんで、そちらの方またお伝えしていきたいと思っています。熱っはい、最後までね、ご視聴いただきましていつもありがとうございます。はい、ということで次回もお楽しみ。ほな、さよなら、ごきげんよう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル